旭秀山がさ、うん、俺も関取で会った時に沖ノ島の巡業があって、うん、飛行機俺早めに取ってたのね。でそれでいっぱいでそのなんていうのキャンセル待ちキャンセル待ちしてたの2番目かな、はい、2番目でほんでずっとキャンセル待ちで待ってたら、はい、いきなり旭秀山が外交特権バーって見せて、はい、ああわかりますわかります。でもう何も何もそのままスルーです、そのままスーッとスルーで入ったからもうほんでそれでいやお前先輩待ってんのにまあそれはないだろうとか言ってもね、わかるわかるわかるね、もう若い時大概だってね小遣いやったり面倒見てたのにもうそういうのってないんだよね。俺はだって外交特権持ってるからとか言ってあいつらそのままあのあいつらって言っちゃったらあのいやあのね結構相撲で成功した人間は2つ二重パスポートで国モンゴルが大使館通じて発行してて2つ持ってるんですよ。であのなんか そのそれはないだろうみたいなところでなったけどもうそれからもうそうやってもう先輩は先輩と思わないようにその旭秀山のその性格が俺大嫌いだった、うん、いや本当になんかさ俺はだって外国のだって偉いさんなんだから関係ねえだろ。そうそうそうそんな感じそんな感じ。若い時はもうね飯も壊したり小遣いやったりさいろいろ泊まるとことかも全部世話してあげたりして頑張れ頑張れって言って応援してたら関取になった瞬間ガラッとかあこういう国民性なんだなと思っていやいやそうですねそうですね。本当俺結局飛行機乗れなくて次の日沖ノ島からあの船乗ってあで帰ったんですか。帰ったでそれでもうーらとか言ってってそうだもうそんなもう10年ぐらい俺のが先輩だからね、うん、ただ鶴竜さん彼もモンゴル人なんですけどあんなモンゴル人の方見たことないっていうぐらい、うん、だから絶あんまり喋ったことないからそう私もねそうただだからもともと朝青龍の付き人がそのもう土俵あの横綱の回し綱の締めの締め込みでどうしてもいるって話になって のそっちへ出向して付き人頭やってたんですけどもうほんと月とすっぽん朝青龍とは月とすっぽんあそうもうあの場所終わったらもうどこも行かずにすぐ部屋帰る部屋入ったらもう一歩も外出ないで次の日ちゃんと稽古降りてくるもうもうどこから切ってもど真面目ああもうじゃあそういう子はやっぱこれからの相撲協会に必要かもしれないですね。でも彼は残ったんですよね。残った残ったですよね、うん、残ったですよね。よかったよかっただから残ったからね、うん